今回の試合の注目はやはり高校ナンバーまさに東西セッター対決。打つの忘れた。なんて日向が上がったトス以外に気を取られるって。やるなら両方成功させろ。ど下手くそ。脳の本物を見て描いた。セットアップが合わなくなる。嫌なパンチ。シャンポー大好きオーラ。相変わらず型にはまりませんね。稲荷崎は最強の挑戦者ですか。やるな、負けんけどなあ。カーシ、分たちは初戦の空気に飲まれもしないし、外からなら冷静に見られるか。ムカつく。すまん、長い。さあ、僕らはバレーボールへの挑戦者だ。ハラスの1年生コンビ、ヒッハー。初見殺し。日向のフェイントに引っかかるとこだった。男子ではあんま見んけどな。へえ。でも高さは一切殺さん。生で見るとますますかっこ。さっきのメガネなんて切り替えます。せや、俺たちを倒しに来ている。だんだん速くなってる。ザブトス、いまいち。一目でわかる。全全てに余裕を持たせている。上げず嫌いですね。血はたっぷり8秒ギリギリまで使う。昔はただ予想以上のガチに。あれだ、陸上の超勝手にやられるのは話が違え。あのだんだんと速くなる拍子で手にリズムを作られる感じ、互角の殴り合いしなくちゃ。高校早くも今日2本目の。まだ絶賛駆け上り中の成崎の場、応援通よりコートの中と外、相手の応援成功。点差開きます。本当に成崎の空気じゃねえか。応援に聞いちら。猫間に勝ってたらスグルもここでバレ。すげえ圧迫感。和太鼓だ。かっけー。あ、サイコ姉さん、かっこよしする。新春だが遅えよ。てっきりまた朝まで。サイコー、サンキュー。すごい日向らしさ。サーブの瞬間は無音が理想。相手をかき消す大音量とかじゃなくて。いくよ。時はあん坊主どもの背中をちょっとだけ空気を取っ。稲荷崎の煽りに対してやる。サーブはな。サイドから。足に当たりました。多分恥ずかしい。転ぶってしまったに。後ろマイナス。あいつだ。ナイス。後ろマイナスって叫んじゃった。稲荷崎も日向くんを消さあ、カラスモの空気が。たのに踏みとどまりやがった。大日向に上がったと思ったよな。リードブロックには通用しない。日向にセットすると見せかけライトへ。見てからどう見えているかもきっと把握してる。に存在感があるからな。なんか空気的にインターハイ2位というの飲まれるような応援だ。でも大丈夫、一つずつなら。下手な二刀流。ジャンプフローター、つまりレシーブの構える位置が変わってくる。致命的な出遅れになる。サーブトスの瞬間までどっちで来る。やつはサーブの時ルート、スパイクサーブの時はロックが来るが、早く分かればだいぶ違います。よく見つけましたね。知り合いの録画やら。ヨンホジャンフロー。これを知っていても目の前に。サーブは操ります。いやー、詰め。強さはチームの強さと直結しますから。サーブやべえ。さあ、
今まで何回も切り抜けてきた。攻めるタイミングは逃…またジャグ…アセサ頃合い…これ気よった。よっしゃ日向君と影山…